姫キュン超ラジオ館濃縮還元スタート。はい、ということで始まりました姫キュン超ラジオ館濃縮還元ということで、今日は私長谷部萌香が一人でお送りしちゃいたいと思います。僕も今酒井です。はい、はい、というわけで収録なんですけれど、メールどしどし待っています。姫アットマーク rnb.co.jp hime アットマーク rnb.co.jp です。よろしくお願いします。はい、というわけでメッセージ、はい、たくさん届いてるので読んじゃっていいんですかね。急がなくていいじゃない。何ですか。この日はこれ収録なんですけども、11月27日、はい、ということは昨日あなたは卒業してるんです。あ、本当だ。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。というわけですよ、はい、卒業スペシャルということなんで、はい、初めてもう一回一人のラジオということ。そうですね、いっぱい喋ってよ。ネタ大丈夫かな。いっぱいメール来てるんですよね。そうですね、じゃあメールたくさん読んじゃおうかな。うん、読んじゃっていいんですか。どうぞ読んじゃってください。はい、というわけでこれちょっと面白いんで読んじゃいます。はい、ラジオネームヨンボさんからです。萌香様の卒業が近づいていますね。あなたには様々なことで思いが募ります。あなたが噂の首謀者とされるアーサマ元ヤン疑惑中島での夏合宿、海鮮バーベキューでファンが持ってきた水鉄砲を奪いたくさんの被害者が出た松木水鉄砲乱射事件、8月の大分遠征ではリンクのファンをあなたの話術で虜にし釣ってしまったという大分フィッシング詐欺事件。どういうこと9月の姫キュンのイベントでは見せるだけのつもりで私が買った新発売のバリーさん特大ぬいぐるみを記念撮影で姫キュンルームに来た途端わしづかみにして奪っていったキスケバリーさん強盗事件、この前の生誕祭のツーショットプレゼント手渡し会では隣に座るの定番なのに一部のファンに正座を要求する生誕祭正座強要事件、これしてないんだけどと、まあ様々な事件を重ねた反歴にほんま恨めしい気持ちです。こんな萌香様ですら卒業しても10年後には美人文化人としてテレビに出てるんでしょうね。マジ？はい、超毒舌キャラではっきり全然褒めてないけど、こんなに姫キュンを騒がせて賑やかしてるてめえがいなくなるのはやっぱ寂しいんだよ。とにかく姫キュン卒業しても愛媛にいるんだから応援していくよ。じゃあどこかで会えることを信じてまたねとだけ言って卒業はとりあえず見送ります。というわけです。ありがとうございます。これはいろいろツッコミ入れていいんですか。入れてください。僕もこれ知らないことばっかりなんですけど。ちょっと待ってください。まず最初からいきます。アーサマ元ヤン疑惑というのはこれ噂をほのめかして言ったのは酒井さんじゃないんですか。最初は知らないよ。え、これラジオで言ったんだっけ。ラジオですか。わかんない。なんかこう あーちゃんを元ヤン疑惑をすり込もうと酒井さんが最初に決めたんですよね。うん、そうでも初め言ったのは覚えてないの。わかりません、覚えてないです。え、エミじゃないんかな、わかんない。まあ元ヤンじゃないからね。元ヤンじゃないからね。ぶっちけそしたらの他のメンバー誰よ今吹いちゃったよ。いや自分筆頭にいやで次はで、その次、あ、もつき水鉄砲乱射事件、これは水鉄砲は使っていいよって言われて、うん、ちょっと借りたんですけど、なんかでもいっぱいファンの人打ちまくってたねこれはだからそれは本物ですよ。あ、でも奪いは訂正してくださいよ。水鉄砲奪ったわけではないです。なるほどね。まあ使って酔ってもらって打ったんだね。そうです。でも被害者はいっぱい出たんですエミと一緒にやってました。そうですね。ね、次の何ですか、この大分フィッシング詐欺事件。詐欺詐欺っちゃいましたか私。え、これは何、本当にリンクさんのファンをこうなんていうの、推し変じゃないだろうけど、その虜にしちゃったの。自分ではよくわからないんですけど、この日を筆頭に、うん、メンバーからはスリスリスって言われます言われてるんじゃん。言われてますね。この日を筆頭に言われました。あ、だからさ、正しいんだよこれは。合ってるんですか。じゃ次の、キスケバリーさん強奪事件、これは合ってます。ごめんなさい、欲しかったんです。え、これこのバリーさんのぬいぐるみ今どこにあるの。今玄関にいます。どこの。うちの。奪ってんじゃん。はい、
ダメじゃん、はい、あ、合ってますよ。あ、そうですか。でもなんかもらって撮影してその後冗談っぽくちょっとちょうだいって言ったらくれたんで、まあ、バンバンサイみたいな感じ。なんだよで今うちに誕生日の時ももらった2体がいるんで計4体います。ありがたい話ですね。ありがたい話ですね。でこのその月の、これはもうね、ついこの前の生誕祭のツーショットプレゼントでファンに正座しろって言った。いや、あのですね、一人まず自分から正座したんですよ。横に座るのはなんか失礼だから前に正座するわって言って、そしてその後にそのファンの人の仲いい人だったから、うん、後ろがで横座っていいって言うから、私岡本じゃないよって言って、前々推しなので。あ、その子が前推しなんで岡本じゃないよって言ったら正座したわけだな、その子。はい、そんな感じです。まあちょっと合ってるな。合ってるんですか。合ってるでしょ。強要はしてないですよ。まあまあね、知らんかった、こういうことがいっぱいあるんだ。これはもう反歴やべや。こんなにやってたわ、ごめんなさい、懺悔しちゃおう。はい、というわけで次のメッセージを見たいと思います。石川さんからです。はい、萌香さんこんばんは。卒業スペシャルということで初めてメールしました。東京でのイベントや公演お疲れ様でした。すごい盛り上がりで集まった人数もすごかったです。初めて姫キュンを見てファンになったと言っている人を見て自分のことのように嬉しかったです。姫キュンのファンになって愛媛に行くようになり、今まで知らなかった愛媛に関しての新たな発見もたくさんありました。姫キュンを通して知り合った人、行った場所など、すべて姫キュンがあったからこそできたことです。萌香さんは26日で卒業ですが、次の目標に向かって進んでいってほしいと思います。お疲れ様でした。そしてありがとう。ありがとうございます。うん、いいね。東京のイベントで初めて姫キュン見てファンになったって言ってくれてる人いるんですけど。あ、それ僕も聞きましたよ。結構東京って、まあ、ちょっと、まあ、収録なんでちょっと間空いちゃいましたけど、はい、あの11月の、ね、中旬に行きましたけど我々、はい、すごかったね。すごかったですね。まあいっぱいありましたけど、中でやっぱり愛媛県物産展の、そうですね、特に3回目のライブ、3回目ね、1000人超えてました。すごいですよね。で、竹書房さんっていうのアイドルのね雑誌とかを出してる出版社さんの方、はい、編集の方が来ていただいてて、その方が言うには、そのお客さんの中に、はい、ももクロの初期面、初期オタ、はい、っていうのかな、要するに初期 のファン、子さん、子さんの方だったり、はい、AKB の本当子さんの方だったり、なんかね、その方々がね十数名ね来てたんだって。でその方々がその集まって、はい、そのライブの後に喋ってるところに、その竹書房さんもだから知ってるわけだ。編集の方が挨拶行ったら、いや姫キュンやばいよ、姫キュンやばい、これはちょっと俺たちが姫キュンをまたプッシュして持ち上げなあかんねみたいなことを言ってたっていうのを聞きました、僕は。へー、だからありがたい。だから AKB さんやももクロさんをまあ育ててくれたって言い方でいいのかわからないけど、そういう方々が今度今姫キュンをじゃあ育てようって相談してたらしいよ。すごいですね。うん、ちょっとびっくりですけども。びっくりですね、本当に。まあ、嬉しい話ですよ。はい、ね、はい、じゃあ次のメッセージを見たいと思います。ラジオネームエイジアットマークさんからです。もえもえ1年間お疲れ様でした。もえもえを最初に見たのは新居浜 B 級グルメの屋外イベントの時でした。その日はあいにくの雨でめちゃめちゃ寒い中、ノースリーブで濡れながら踊る姿を見て応援していくぞと決めたのを覚えています。もえもえが姫キュンを離れてしまうのは残念ですが、応援していく気持ちには変わりないので夢を目指して頑張ってください。ありがとうございます。これ私も一番思い出残ってるの新居浜 B 級グルメショックなんですよ。そうなの。そうなんですよ、あの雨、あ、土砂降りの雨でしたね。そうなんですよ。その中でここにねメッセージくれたようにノースリーブで踊ったっていうのも一緒に残ってるんですけど、これファンの人たちが見るところも、そうなんです、屋根がなかったのに、そんな中こうわざわざこうなんていうんですか、そうだね、そんな中応援してくださる、なんか今にしてもすっごい人少なかったけども、そうなんですけど、でも、うん、傘持たずに手拍子振ってた頃いたね。そう、もうそれが本当に嬉しくて今でも覚えてます。うん、それが本当に一番思い出残ってますね。あ、素晴らしい。は、はい、それではそろそろ曲に行きたいと思います。はい、萌えとまいまいとあーちゃんで歌っています、ひまわりです。
ことも、よく聞け、超ラジオ館。はい、それでは私たちが CM に出演しています、キスケカラオケワオさんからのご案内です。はい、なんかね、今キスケカラオケワオさんでは法人会員っていうのを募集してるのね。はい、これっていうのは要するに会社ですね。はあ、会社で、はい、限定100社で、はい、なんかいっぱいこう特典があるんですよ。はい、入ると、はい、なんかカラオケ商品券3000円プレゼントしたりとか、はい、ルーム料金が最大 50% オフになったりとか、あと宴会コースでね結構お得になったり、いろいろあるんですね。5つの、法人会員の特典がある、まあ、その辺ホームページ見てもらいたいんですけども、はい、あとそれとは別に今キスケカラオケワーさん、ちょうどもう11月の末、これから12月、はい、忘年会シーズン。ああ、ね、そうですね。で、当然今治店も含めてなんですけども、はい、忘年会プランってやってるんですよ。はい、で、まあ、駅前店もアネックス店もいろいろどこもやってるんですけども、はい、なんていうのかな、そのご飯も食べて、歌も歌って、そう、歌も歌って盛り上がって、で割引ありますって感じなんですよ。これお得ですね。ね、だこういうのもいっぱいできるんで、で、はい、ワオの駅前店に関しては君たち未成年もそのプランにあるんですよ。未成年プランっていうのがあるんで、ぜひぜひ参加してほしいと思うのと、あとキスケボールでは、はい、これまあちょっと君たち未成年は無理なんだけど、はい、ディスコボールってほら夜やるやつあるじゃん。 ありますね、あれがなんかねスペシャルでね、金曜日限定で、誕生日の方限定でゲーム代無料になったり、DJ ブースの人からバースデーコールがあったり、ちょっと恥ずかしいけど、いいですね、でも恥ずかしくない？恥ずかしいですけど、恥ずかしいですけどみたいなことがあります。はい、なんで、まあ、これからの忘年会シーズン、あと飲みとか夜の遊びシーズンいっぱいあると思うんで、そういう時はキスケに来て、はい、カラオケとボーリング楽しんでくださいということです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。阪急交通車で行く姫キュン初詣ツアー、はい、萌えはいないんですけど、はい、そうですね、ね、もう毎週告知してるんですけども、まあ、改めて言わせてもらうと、来年1月の14、15の土日に、はい、淡路島って分かる？どこか。あ、分かりますよ、うん、香川の、そう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 、どこかの上のあたりですね。そうそう、兵庫と香川の間 ね、あそこで行くんですよ。で、こんぴらさんお参りして、はい、いろいろイベントがあるということで、はい、どうですかよ、君は行かないわけですけど、はい、何が楽しみ、何が楽しそう、別にちょっと知ってんじゃん、何があるかは。あー、そうですね、あれはファンのみんなのその おたげみたいなやつはやっぱり夏合宿楽しかった？そうですね、やっぱりなんか完成度がすごい高くて、しんどそうだなっていうのがまあ一つの感想なんですけど、まあすごいですよね、迫力ありますね、やっぱり、うん、だから、まあ、あれはすごいと思います。また今回の冬もやるんで、そうですね、ぜひともそういうのもやってほしかったり、あとまあ参加しない萌えに言ってもしょうがないんだけど、はい、参加しない萌えだけど萌えが映る映画の予告編が流れたり ね、 そうですね、メイキングが流れるんですよ、そういうのもあるんで、はい、ぜひぜひ、阪急交通社姫キュンと行く初詣バスツアー申し込んでください。詳しくは阪急交通のホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。残念ながら生放送じゃなくなりました。ごめんなさい。はい、ではたくさんメール届いてあるので読みたいと思います。ラジオネーム英語っちさんからです。萌え課長、いよいよ卒業ですね。正直寂しいです。推しじゃない人に言われても説得力に欠けますか？なんと言いますか、これは。誰の推しなの、この人。サクです。あ、そうなのか、はい、まあ、この後にそういう関連の話が続いていくんですけど、将来の目標のため学業に専念することですので笑顔で送り出したいです。ドライ少女の涙は忘れませんよ、というわけなんですけど、これカッコ書きで、このメールは11月16日作成したものです、うん、定期公演ラストで萌え課長が泣かなかった場合はボツになりますので、本番ではぜひ泣いていただきたい。泣きません。ドライ少女貫きます。泣きません。でもこれ昨日だからさ、卒業公演多分泣いてない。はい、
てか萌え箇条引っかかるんですけど。なんで？いいじゃない、ありがたい。なんか結構萌え箇条って呼ぶ人まあまあいるんですよ。そんなにたくさんはいないんですけど、どういう意味なんだろう。萌え箇条って感じじゃん。今君の着てる服もなんかレースのフリフリで可愛いし。なんだそれ、うん、まあいいや。はい、今だから称しますが、萌え箇条の一言で自分はヘビーな単押しになったんですよ。あれは医学祭の後、スタヤ密店のリリーベで時間に制限があるとのことで、サインは推しメン一人のみってことになりまして、迷わずサクちゃんにサインをお願いしたのですが、その時隣の萌え箇条がサクちゃん忙しいねってこの一言にハッとさせられました。単押しってことは8人の中で1人だけなんだと。他の子の単独サインをもらうことは全員を平等にしなければならないし、その時に推しメンかっこサクちゃんに寂しい思いをさせることになる。故にヘビーな単押しを貫くことにしたんです。だそうですよ。他のメンバーも自分には単独のサインを書いてないはずです。姫キュンのメンバーはみんな好きなんですよ。単押しである上、全員を平等にするためあえて絡まなかっただけですので、話しかけてきたらウェルカムだったんですけど、姫キュン一のドライ精進幸あれということなんですけれども、単押しの話になってますね。言った覚えあるの？あ、でも結構サク忙しいね、あの子。あ、押しね。そうですね、人気だから、思わずポロッと言っちゃったのかもしれないですね。サク忙しいとかって。そういうの横で見てこう悔しいとか思うの？思う？あんまり思いません、うん、あんまり思いはこういうのは、うん、そうですね、ドライですからね。そうですね、なんかやっぱりこう人の好みは千差万別なわけでまあね、そうですね、はいはい、というわけで、はい、次の、はい、メール読みたいと思います。ラジオネームしんしんさんからです。皆さんこんばんは。はい、今月いっぱいでついに萌えむが卒業になりますね。発表のあと3ヶ月前はまだ3ヶ月あるって思ったけど、今ではあと数日しかないって思います。だんだん卒業公演の日が近づいてくると、なんか不思議な気持ちになってきます。やっぱり寂しいってことかな。でも萌え萌えが決めたことだから何も言いません。ただ卒業しても僕たちファンのことは忘れないでね。これからも頑張ってください、そのことなんですけれども、うん、はい、まあだからちょっと収録なんでね、来てるメールは、はい、卒業公演に向けてなっちゃってるけど、まあ、今放送はもう卒業した後の翌日なんですけども、はい、どうなのこの1ヶ月とか、そのやっぱり気持ち的に寂しいなだったり、ちょっともうちょっと頑張りたかったなとかあるの？そうですね、やっぱり萌も3ヶ月あると思ってたんですよ。でもやっぱりその9月がその映画撮影、まあ映画、うん、それがあって、あれもう1ヶ月だみたいな感じになって、うん、11月入ってそれがやっぱりすごく思い始めましたね。なんかもう3週間前とか、まあでもそうですね、なんて言ったらいいんでしょうね。まあでも悔いないよう に、ね、そうね、完全燃焼すればいいわけだからね。そうなので、まあ残りっていうか今収録してる時なんですけど、うん、ね、数ね、限りあるあと残り数回しかないイベントなんですけど、うん、全部笑顔で頑張ってたらいいなと思うんですけど。笑顔なの？泣かないの？泣きません。さっきの人に泣けって言ってるよ。泣け、泣いた方がいいのかな。そうだよでも逆に我慢した方がいいのかもしれないけどね、君らしいから。どっちがいいんでしょうね。まあそれは昨日定期公演見た人が分かる。そうです ね、その人しか分かんないということで、はい、そうですね、はい、じゃあもう一つ、はい、メール読ませていただきたいと思います。ラジオネームたぬき兄さんからです。姫キュンの皆さんこんばんは。今回の収録は萌えちゃん卒業スペシャルということで久々にメールを送ります。ラジオで姫キュンのことを知って興味を持ち、初めて姫たちを見に行ったフライング公演、そこで一番印象に残っていたのが萌えちゃんでした。エミナじゃないのですよね、ですよね、おかしいじゃん。あ、でもこの話ちょっと聞いたことあるんですよ。あの目力で見つめられたのがものすごいインパクトあったんですよね。それからもいつも元気に話してくれた萌えちゃんにはすごく感謝しています。もう噛んじゃった。もうすぐ卒業だなんてなんだかまだ実感がないんですけれども、萌えちゃんが選んだ道なので応援していきたいと思います。姫キュンとしても最後まで全力で頑張ってね。ではでは、ということで。いや、これはどうも信用できないな。いや、だってこの直接言ったらどうなんですか。この方だってエミナ推しのね、単推しですからね。ほんと今日単推しですよね。ねえ、すごく本当に強くもう応援してくれてる人が、萌えかが一番印象残ったって、じゃあ萌えに行けよっていうね。あ、でもなんかその人がまだその頃はなんか DE というか、あんまりその推しとかも決めてないというか、アイドルに興味はなかった感じらしくて、もともとなんかパンクとかロック系でサロンキッチンによく来られたお客さんなんだってね。うん、そうですね。それでなんかね、12月の本当に定期公演がスタートした頃に、うん、エミの推しになったという一説を聞いたんですけど、まあ本当かどうかは。いやいや、まあ本当でしょう。本当でしょうね。だってこういう書き方してるんだから、そうでしょうね。へえ、初めて知ったよ。
もう何回か思うよ、それは。なんか直接聞かせていただいたことも。FM でもね、多分似たようなことをね、メールいただいた感じだけど。ね、いやー、でも、ありがたい話ですね。そうですね。どうなの？君は、定期公演終わりましたけども、はい、もう普通の女の子に戻ってるのかね。普通の女の子に戻ってるというか、姫キュンしてる頃から、普通に学校では、一派そな。いや、そりゃそうだろうけど。普通に過ごしてたんですけど、うん。何にも変わらず、過ごしてるんじゃないんですかね。時間持て余しはしないから勉強するんだもんな。しはしないですね。うん。多分してないと思いますけどね。どう、まあ来週もあるんであれだけど、あんまりこの過去の回想を今話してもしょうがないんだけど、どう、やっぱりさっき言ったその B 級グルメショック、はい、の記憶にあるとか言うけど、まあ、フライング公演だったりとか、そうですね、あのデビューだったりとか、いろいろ思い出はありますか。やっぱりそうですね、フライング公演ではやっぱりその時はまだ6人だったじゃないですか、うん、でユンとサクが、うん、まあ上がるって聞いたんで、うん、まあ本当純粋嬉しかったですね。なんかごめんなさい、最後だからぶっちゃけますけど、うん、ユンとかすごいなんかこうダンスの時も結構あの前結構ダンスしてたじゃないですか、うん、上手上手だから、それで結構なんか、うん、自意識過剰だったらごめんなさいなんですけど、結構なんかユンに教えてとかも言われたんですよ。でこの子すごい頑張ってるなと思ってたんですよ、ヒナの頃。ヒナのでなんかすごいなんかこう上がってやるっていう、こうなんかすごいなんかそういう気が伝わってきて、この子上がりそうだなと思ってたんですよ。でも分かんなかったでしょ、あんなに早くなると思ってなかったでしょ。まあ早くなると思ってたはなかったんですけど、まあいつかは来そうだなと思って、まあそうね、まあ、サクにしてもユンにしてもあの、すごい頑張り屋さんだったからね。そうですね、うん、サクなんかいつもなんかそのまあ結構もうギリギリだったじゃないですか、うん、大学受験も、うん、いつもなんか英単語帳とか持ってたりして、うん、まあその頃ちょっと怖くてもう心の中で桜子さんで呼んでたんですけどでなんかうわ桜子さん頑張ってるとか思ってて、まあ今で思うけどあの子のキャラは違ってたよね。そうですね、なんかすごい優等生だったよね。優等生でも本当話しかけられなくて、そうそう、あの1ヶ月話してなかったです、1回も。いや、俺もそう。ほとんどこの子、よう分からんと思う。あー、でもなんかみんなの印象、今と全然違うことないですか？違う。マユリンなんかもっとなんかクールキャラだと思ってて、本当に。そうそうそう。この美人だから、うん、おー、みたいな。今じゃもう宇宙人。うん、あんなに本当に会話ができないと思わなかったしね。ちょっと日本語不自由ですね。いや、そんなことないけど。あとは、そのあとそうね、全然キャラが違うなと思ったのは、誰だろう、マイマイとか。ああ、でもマイマイ変わらないかな。まあ変わらないね。誰やろう。君から見て、あ、この人はじめと全然違うっていうのは。そうですね、あーちゃんあーちゃんがあんなになんかこうちょっとバカっぽいキャラというか、まあ、抜けてるよね。抜けてるキャラだとは思わなかったですね、うん、多分みんな思ってると思うよ、そのことは。なんかもっとなんかこうね、うん、しっかりもんでね。そうね、いやだったらあーちゃんリーダーにしなかったよっていう感じでねまあでもやっぱりリーダーはなんかブログでも書いたと思うんですけど、あーちゃんしかいないなと思いますよ。最後だから言いますけど、うん、やっぱりあーちゃんなんだかんだ言って結構ね、あ、世話焼きというか、うん、う、結構お世話すぐにしてくれるし、うん、なんだかんだ言ってあのこの我が強いこの姫家の中で心広いですから、あの人は。そうね、フラットでね、みんな集まろう、そうなんしょとか言ってねって言ってもみんなもうないよあーちゃんって言ってもう一周されるんですけどねいやいや、でもまあなんだかんだ言ってあーちゃんじゃないとみたいな。そうね、そういう意味では涙もろいし、まあ、うん、すぐに感情移入しちゃう。一番涙もろいのはユン、あーちゃん、ユン、うん、ほのかも結構。ああ、そうね、あの卒業発表するときにも一回吐けたじゃないですか、うん、あのときにほのかにお前かのバカって言われて殴られたんです。へえ。でも、戻った瞬間ほのかが泣き出してバカーって言って、なんで言わないよって言ってめっちゃキレられて。これサプライズで言ったっけ。いや、そうじゃないんですけど、うん、だからそれまでまあこらえてたのかどうなのか知らないけど。あ、そういうことね、分かってはいたけどって感じか。ちょっと可愛いなと思ってしまったんで。面白いじゃん。うん、ちょっとおほのかーみたいな感じでね、そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、あっという間にもう30分経ってしまいましたよ。はい、そうですね。で、まあ来週もまた萌えかスペシャルでもう卒業した後なんですけども、はい、あの
またやりますんで、はい、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ最後の曲紹介してください。はい、それでは恋愛エネルギー保存の法則です。どうぞ。